ダッシュでこずどうも武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいただけで分かんないかもしれないんですが、ガチガチガチの対決動画になっておりますということで、これ実は6月か、あれ梅雨だったよな。梅雨でしたね。6月ぐらいにここにサムネイルポンって出てると思うんですけれども、去年の6月にある人物と 250m 対決をやりましょうと喧嘩を売られたんですよ一回僕。それで当時ちょっと画速編が結構ひどくて、今回ちょっとなしにしてくれた、逃げさせていただいたんですけど、まあ、それからやるやる詐欺を重ねて重ねて重ねて、ようやく2021年4月入る手前ここに実現します。今までやっぱ僕の対決動画って女性アスリートとかふざけたそのペナルティを背負ってたとかやってたんですけど、今回はマジのアップしてマジのレースマジの戦いで、僕も順天堂競技会終わって2日か3日ぐらい空けて今いるんですけど、だいぶいい感じ。久しぶり。レアキャラまでにもなってる。アクセルの練習会の中で今回やらせていただく形になるので、練習会の中の一部だから、もうそれでももう皆さんにこのガチ度が伝わってくれるかなと思います。はい、ということで僕に喧嘩打ってきた東洋の後輩の名前はオッシーになります。どうぞ。はい、ということでオッシー、はい、実は今短距離勝負ってなってるんですけど、彼長距離選手です、はい、なんですけど、長距離選手って言って、え、そんな選手と戦って武田喜ぶのとか皆さん思うと思うんですけど、この2年ぐらい、1、2年ぐらい、2年ぐらいです、ね、2年ぐらいね、ほぼ短距離シフトで大西団長のもと、大西団長のもと、はい、大西団長の弟子、弟子って言うとちょっと、ああ怒られる、奴隷ぐらい、奴隷ぐらい、ああ怒られる、鬼さんのもと日々トレーニングしたということで、はい、彼の速さは僕も間近で見てます。確かにショートは負けない、ショートは負けないんだけど、彼の25、今年29秒、タッチダウンで95でしょ、まずいよ。チャンネルベストが30秒0なので、それは1ヶ月とか2ヶ月ぐらい前になるんで、ちょっと今どうなってるか分かんないですけど、どっちか分かんないでしょ。東洋の後輩で、まあ、陸上部ではないんだけど、中学まで陸上やってたんですよ。そうです、そうだね。大学入ってからは授業やりながら、プラスそのお兄さんの元でお仕事したりだとかトレーニングしたりっていう形で、そういう関係です。尊敬する先輩なんで。よしずとか、そうです、吉川君とかつながりがあるんだよね、うん、俺あんまり話したことない、一回も話したことない、その二人と。ずっぷり東洋の後輩なので、はい、あれだよね、つか子社会人だからね。今日僕は社会の辛さを教えます。ではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。めっちゃ緊張しますね。武田さんとあんま走ったことないので、順大記録会とか出られてるんで、そういうのを見てると速いなって感じなので、負けないように頑張ります。いやー怖い。作戦は200まで武田さんに引っ張ってもらって、足使わせて50でかわします。使わせて使わせて最後かわすっていうプランです。好きなお弁当のおかずは梅干し。待ってください。いやマジで緊張するよ。作戦とかあるんですか。ないない、もうあれ一生懸命走る、一生懸命走るのみ。多分セパレートでやるんで、1、2か2、3かやるんで、でじゃんけんで内側と外側決めて、まあ外側で逃げ切りたい感じあるから、一回も見ないで終わりで。それがいいかな。新社会人に来た、新社会人に来たことは。お酒の飲みすぎで胃は気をつけろ。OK。では行きまーす、行きまーす、よーいゴで、ということでお疲れ様でした。でした。いやー、もうまず肉眼では負けました。圧倒的負け。勝った。
ありがとうございます。いや僕もね、やっぱ真面目に練習してるから悔しいよ。彼も練習はしてるけど、僕もしてたから悔しいよそれは。いや、はい。いやもう武田さんに引っ張ってもらったんで。いやでもぶっちゃけレース前にできれば外がいいなって言って、オーシー一回も見ないで終わりたい。もう自分の 250TT みたいな感じできればいいなって。150通過してからオーシーの足音が俺の中で近かったの。ちょっと映像見てないからまだ分かんないんだけど、結構近くて、うわ残り100これ刺さるんだって。でも200まで持ってワンチャンみたいな。カーブ抜けまで全然つまんなかったんで、うわやべえ、すっごいもがきました、ね、最後。いやめっちゃもがいてる2人で。いや俺もなんかもがきバトルはなんかすごい体感した。その競り勝ってちょっとスッと僕を抜いていた形になるんですが、惜しいのからタイムを教えてください。惜しいが19秒16。おお、圧倒的 PB。 圧倒的 PB っすもん。圧倒的 PB だよね。圧倒的 PB です。9秒5だったのが今日僕の TT で9秒16。いやありがたい。これ前半来た。じゃあ俺頼むよ。わあ、なんだその顔。皆さんが9秒、ちょっとおいお前。9秒35。イエーイ。学生の時も出してないんじゃないか。25ってまず走んないから、多分俺もしかしたら陸上 PB かもしれない。本当ですか。大西さんの下でやってるから、まあ仕方ないなと思いますよ。やっぱさすがっす、団長は。はい、ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こちら。OK です。ここから卒業記念品を。お、なんですか。じゃちょっと目つぶって。はい。これはもうスペシャルですからね、おし。超スペシャル。うわ。え、なんですかその。いや、えぐいこれ。なんですかそれは。これ最高の撮れ高だ。これは最高でしょ。はい。いいですか。ま、待ってください、待ってください、待ってください。いいですよ。いや、じゃあ、はい、ちょっと目つぶって、目つぶってます。ちょっと万歳して、万歳して。これは。え、なんすか、これ。これ結構高かったんじゃないですか。大西さん。でも、多分、オッシーが一番喜ぶと思って。どうぞ。うわ。おめでとう。アクセルの一員。これは感動ですね。めっちゃ嬉しい。武田が今年のアクセルから。ちょっと待って、めっちゃ嬉しいです。これ、いやこれ感動的だね。いやめっちゃ嬉しいです。おめでとう。ありがとうございます。もし先輩だな。はい、先輩、もともと先輩。ああ、そうだ。いや嬉しいです。よかった、おめでとう。はい、ありがとうございます。いやいや、これがピチピチになるくらいまで。はい。